初の訪問者がいらっしゃいました。ご紹介いたします。吉武千早ちゃんです。はーい、テク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 、クワタミの皆さんこんにちは。こんにちは千早さん。何、初めて会った日のちいちゃんは黒いライダースを着てそんなにイケイケだった髪を巻いていて、うん、赤リンボをつけてたんですよ。そうだっけ。女性としての気遣いもすごいんですけど、結構ね、ガッツで乗り越えるところがあすごい泣いてなかったっけ。あ、泣いてたわ。なんか最初のイメージだから、もうその印象、うんうんうん、この子がグランプリなんだ。あーなるほどね。この子と仲良くなれなさそうとか、そんなの全然なかったかも。思うのがズバッと解決、ちはやお姉さんに悩み相談。ただ飛ぶんだ精一杯、その手伸ばして憧れたその未来にもうすぐ届くはずだから。皆さん書き込んでくださいね。ちょっと待ってね。何、大丈夫？前に揺れまくってずっと揺れないとちょっと耐えられない綿棒の新しい使い方、それはおしゃれです。はい、皆さん綿棒というのは耳かきだったりね、細かいところの掃除に使えるものだとばかり思ってますよね。とにかく親身になって話を聞いてあげましょう。不安になっちゃったりだとか、はい、することもね多々あるかもしれないんですけれども、はい、そういう時は深夜までぜひ電話をつけてあげてください。はい、ということで今夜はこの辺で、熊田茜と吉武千早でした。おやすみー、おやすみー。おいさっきました。